ちょっとさ、これ飲んでみない？サントリーの。これ、大阪万博のスペシャルボトル。何それ？物は何なんですか？サントリーオールドです。ベリーレアオールドウィスキー。すっげえ初めて見た。まだ山崎がない頃だ。そういうことですよね。1970年、52歳だ。どっから買うんですか、こんなの。で、これもらったのよ、最初。すごいっすね、これ。うん、これはもう記念ボトルで万博の会場でどうやら売られてたらしいんだけど、なんか正確な情報は全く分かんないけど、俺はなんか知り合いのおじさんにもらったのよ。知り合いのおじさんか。まあ知り合いのなんかワインとかワインの師匠にもらったんだけど、俺はさ、お前みたいにウイスキーなんてものは一生で一回も飲んだことがないと。そんなものは飲まねえと、俺は。俺はワインしか飲まねえんだっつって、だからあげるって言われて。これすごいです。飲んじゃっていいんですか、ね、そう。俺と、うん、実はその時にね、エグザイルの直人くんってのがいて、はいはい、で直人くんもワイン好きだから、はい、そのワイン会で俺一緒だったの、ええ、で直人くんと俺がもらったの。なんかたまたま買わされたらしいんだけど、これを、はい、これでもらったの、はい、で飲んでみたの、うん、うまくて、うん、これうまいじゃんっつって直人くん飲んだっつって、これうまいよねっつって、はい、いくらすんだろうねとかっつったら、これさ、僕もそう思って、はい、僕も飲んじゃったんですよ、飲んでみたらうまかったんで、はい、メルカリで探したら、うん、8000円で売ってました。なんでやばいですね、おもろいですね。で、売ってたのよ。売ってたんですね。うん、なんだ。なんで買い占めたの。あそこの後ろにさ、いるんですね、何個もほらほらあるじゃん、ここに。なんだ、いや今すごい、800万とかかと思ったんですけど。って思うじゃん。思いますよ。だって今山崎の25年が。だこれだから、要は原資とか結構似てんだよ。だからこれ、この時代ってまだあの白州とかもないし、はい、蒸留所多分山崎しかないんだよ。だからすごいのよ、実は。なんだけど、メルカリで8000円とかで売られてんで、1万円とかさ。一時期うちが買い占めたからなくなってたけど、めちゃくちゃ面白いんだよな。そうですよ。いや本当そうですよ。だから何年前かな、12年ぐらい前に誕生日プレゼントでもらった山崎の25年とか、今1本200万とかで。すごいよね。すごいっすよ。すごいね、これ結構面白くて。ほらこれ見てさ、みんなさ、メルカリ今もう買い占めに走ってると思った。転売ヤーが。でもこれをハイボールで飲んでるんですか、はい、ハイボールで飲むとめちゃくちゃ美味しいんで、俺結構これ飲んでるからさ、意外とリーズナブルでいいのに。55年はないですよ。55年ね、まあ、55年な、ね、もう大変なんだよ。なんちゃ抽選で、抽選で当たんなかったよ。当たんないですよね。当たんないよ、そんなの。あれいくらになるんですかね。 4,5 千万ぐらいになるんですか。いやいや、もっともっといってでしょ。もう1億円とかなっちゃうんじゃないの。そうですよね、うん、なっちゃうでしょ。なっちゃうんですよね。これうまいっすね。うまいでしょ。うまいっすね。でもメルカリで8000円だから。メルカリで8000円だよ、これ。うまいっすよ。いいよね、このコスパ。うまい。いや、普通に買って飲んでもいいよっていう。え、でもなんか、だってそんなにないでしょ、もの。初めて見ました。いや、これ絶対あるはずなんだよ。あのね、見てる限り、あんだけ今の、だから52年経ってあれだけメルカリ出てくるってことは、あ、まあそっか、持ってる人いるんですか。持ってる人はいて、たまたま万博行ってサントリーブースで売ってたんだろうね、はい、うん、なるほど、おそらく、うん、で、あの応接間とかにさ、はい、飾ってあったんだよ、うん、大してウイスキーなんか飲んで、いつもビールとかしか飲まないお父さんがさ、買って帰って置いてて、お父さん亡くなって、はい、これ見たことないボトルだけ ど, どメルカリで検索してみようっつって、お、1万円で売れてるっつってラッキーっつって売ってんの。絶対そんな感じなんだよ。そういうことか。え、絶対そうでしょ。多分そうでしょうね、うん、なんか食器棚の、ね、テレビとかあるような食器棚のとこにお父さんのね、そう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 、そこに あるやつだよ、これ。絶対そうだよ、絶対そうだよね、これ。
いや俺でも初めて見たよ。で万博で何本その時出したのか。ほらこのこのこれこのボトル。ああ。あの箱に入って。箱。あそれ。キスコな感じ。サントリーっぽくないですけどね、なんかまあでも昔って感じですか。どうなんだろうね。